感染拡大防止を図りながらも、段階的な経済社会活動の再開、これを行っていく。三重県は対策本部会議を開いて、パチンコ店やライブハウス、スポーツクラブなどの施設への休業要請を全面解除しました。事業者に向けた感染防止対策のガイドラインを作成しています。県をまたぐ移動については、当面の間東京などの特定警戒都道府県へは自粛し、他の38県へは慎重に検討するよう求めています。県立学校は今月18日に再開して分散登校を段階的に進め、来月1日から通常授業をするとしています。一方、岐阜県は専門家会議を開き、緊急事態宣言解除に伴う対応を検討しています。休業要請の解除に向け、今日各業界ごとの感染拡大防止策を盛り込んだ基本指針を示し、段階的に営業再開を進める方針です。